天外から来たる色。H. P. ラブクラフト。枯れ葉役。アーカム市街の西方には急峻な丘が連なり、谷間谷間には不滅の打ち込まれたことのない深い森が広がっている。暗い峡谷に入り込めば、木々が斜めにかしぐ様は幽谷の趣。渓流は、水面の綾波に花を添える日の目を見るもあたわず、か細く流れ下っていく。丘では傾斜が緩やかな区域ごとに農場が見受けられ、いずれも岩がちな地形に開かれた昔ながらの巻園の邸であり、そこに座す苔むした平屋のコテージは、大岩田直瀬に、ニュー、イングランド初期の秘密をとこしえに守り抜かんという構えを見せている。だが今は、そのいずれにも住み手がなく、幅広の煙突は風化し始め、壁を吹く板も、軒の低い駒形屋根に押しつぶされて危うげにたわんでいる。古くからの住民は散りゆせ、信頼の人々はいつこうとしなかった。フランス系カナダ人が入り、イタリア人が入り、ポーランド人もやってきたが、皆去っていった。原因は、目に見えるもの、耳に聞こえるもの、手に触れうるもののいずれでもなく、空想の所産になる何者かのせいだった。この土地は好ましくない空想を催させ、夜は安らかな夢をもたらさない。よそ者が来ては去っていった原因はそこに求めるべきだろう。彼らを相手に、アミ、ピアス老人が過去の奇怪な日々の記憶を語ったはずはないのだから、アミはこの数年来頭の調子がおかしくなりつつあるが、ここに住みとどまる者としても、普段の奇怪な日々のことを語りうる者としても、唯一の存在である。アミがあえてこの地に居残った理由は、その住まいの、平野部ともアーカムに至る各街道ともほど近い立地の良さにある。王子の道は、丘を登って谷間に下るを繰り返して、今は風吠えが原と呼ばれる地域まで続いていたのだが、敬遠されるようになったため、南種に大きく迂回するルートを取る新しい道ができている。古い道は雑草がはびこりのに返しつつあるが、なお健在であり、今後も完全な消滅に至ることはないと思っていい。その大半が、今回新たに設けられるダムの底に消えるとしても、ダムの建設に伴い、闇深い森は切り開かれ、風吠えが原は青々とした水の底に沈み、水面は鏡となって空を映し、陽光がさざ波をきらめかせることだろう。九段の奇怪な日々の秘密は、皆そこに眠る日中の日となるだろう。古代の海にひしぶせられた伝説や、原始の地球の謎と同じように、私がこの丘陵地帯に足を運び、ダムを設置するに値するかどうかの調査を行ったとき、この土地は呪われているという話を耳にした。その話を聞いた場所が、アーカムという、魔女の伝説が数多く残されたとても古い町だったので、呪われているというのも、大方、老婆が孫に聞かせるような怪談が、100年、200年と語り継がれてきたものに過ぎまいと私は考えた。ブラステッドヒース、という故障については、ひどく奇抜で芝居がかったもののように私には思われ、聖教を重んじる土地柄らしくないその着想がどうにも腑に落ちなかった。その後、谷と丘を深い闇が包む西方をこの目で見てからは、あの土地古来の謎はともかく、世の点であれこれ考えるのはやめにした。私が訪れたのは午前中のことだったが、そこかしこにいつも影がかかっていた。木々はあまりにも密に群生しており、幹回りもニュー。イングランド地方の当たり前の樹木と比べて太し、年過ぎている。薄暗い森の感動には度を越した静寂が満ち、足元は湿った苔に覆われた永年の腐食土で、ひどく頼りなかった。主に旧道に沿って点在する平地では、丘の斜面まで使って小規模な農場が営まれていた。場所によっては全ての建物が健在で、あるいは一棟か二棟しかなく、またあるいは煙突や仮置き用の地下貯蔵庫しか残されていないこともある。雑草と茨がはびこり、野生の何かが下映えをがさごそと鳴らす、あらゆるものを包み込むように、不安と悪感を催すもやがかかっていた。虚妄と怪異の気配がした。まるで、遠近法や明暗法の要が狂っているかのように、よそ者がいつかないというのは何の不思議もない。
安心して眠れるような場所ではなかったからだ。サルバトール・ローザの描く風景や、怪奇小説の挿絵にあるような木版画にあまりにも似通っていた。だがそのいずれも風吠えが原と比べるとまだマシだ。そうと悟ったのは、広々とした谷間まで降りた時のことだった。あの地にふさわしい名は他になく、その名にふさわしい地もまた他にあるまい。このフレーズが、マクベスに登場するのは、かの詩人がこの地にインスピレーションを得てのものであるかのようだった。あの地を一望した私は、火災の果てにそうなったに違いないだろうと思ったものだが、しかしどうしてこの5エーカーの灰色の地には新しく芽吹くものがないのだろう。空の下で広々と開けている様子は、まるで森か草原に3でもぶちまけたかというほどであった。その大部分は旧道の北側に広がっていたが、ほんの少し南側にもはみ出していた。私はその地に近づくのが妙に気乗りしなくなっていた。それでも歩を進めたのは、仕事意識が上回ったからに過ぎない。広範囲にわたっていかなる植物の姿も見当たらず、白っぽい塵、あるいは灰が積もっており、風にも吹き散らされずにいる。一帯にほど近い木立は病に侵され、立ち枯れの裸幹、あるいは樹皮から腐り始めている倒木が累々としていた。私が足早に歩いていくと、右手に石組の崩れかけた古い煙突と地下貯蔵庫が見え、そのそばでは打ち捨てられた井戸がぽっかりと黒い口を開いて、そこから立ち上るよどんだ蒸気が陽光を奇妙にちらつかせていた。先の方に見える闇に閉ざされた森岡の奥の奥まで入っていく方がまだ歓迎できそうな雰囲気で、アーカムの人々が怯えながらボソボソとつぶやく態度も驚くに値しないと思い知った。そのあたりには家屋はもちろん廃屋すらなかった。石室でさえ、周囲から孤立した場所だったに違いない。夕闇が押し迫ると、その不気味な場所を再び通るのが恐ろしくなって、南に大回りする新しい道を使って町に引き上げた。空に雲が出てくれればいい、と思った。頭上に広がっているのは大空にあらず、底なしの虚無なのではないか。そういう理屈を超えた恐怖が私の胸の奥に忍び込んできたためだった。夜、私はアーカムの老人たちに、風吠えが原はどうしてああなのか、そして多方面から漏れ聞く、奇怪な日々、という言葉は一体何を意味するのかと尋ねた。だがしかし、まともな答えを得ることはできず、その謎が私の予想よりもずっと最近の出来事であるのを知ったのが唯一の成果だった。それは全くのところ古い伝説と言うべきものでなく、奇怪な日々、と口にする人々が生まれた後の出来事だったのだ。1880年代のこと、ある家族が失踪したり殺されたりしたという、具体的に話して聞かせようとする者はいなかった。そして網、ピアスの気の触れた話に耳を貸すなと皆子を揃えて言うものだから、私は直接その話を聞いてみたくなり、明くる朝、樹木の密生が始まる地域にこさびれた今日構えているという噂の彼を訪ねてみることにした。網の住まいは恐ろしく時代から取り残されており、築後あまりにも年数を経た家屋に染み付く正気をほのかに放ち始めていた。しつこくドアをノックするとようやく中にいる人物が起き出す気配がし、それから何かに怯えるように戸口に向かってくる足音がして、どうやら私を歓迎する気はなさそうだった。老人は思っていたほどに衰えてはいなかった。だがその瞳は異様に濁り、北霧の服、伸び放題の白い髭が、ひどく憔悴した風に老人を見せていた。どうすれば彼に話の唇を切らせることができるだろうかと思案しながら、私は、とりあえず仕事の話を装うことにした。受け負っている調査の話をし、この地方に関する漠然とした質問を投げかけたのだ。この老人は、町の人々の話から私がイメージしていたよりもはるかに機転の利く、素養ある人物だったのだろう。私がふと気づいた時には、アーカムで私が話をした誰よりもしっかりと話の要点を掴んでいた。その反応はダムの予定地内に住む他の誰とも違っていた。数マイルにわたって森と農地が水没するということにも特に異議を唱えなかった。もっとも、彼の住まいがその範囲内にあったとしたら、
やはり反対したのかもしれないが、安堵。それが老人の表したすべてだった。生涯歩き回ってきた。闇深い。古の谷が滅び去ることに対し、枯葉安堵したのだ。もう皆そこに沈めてしまった方が良い。あの奇怪な日々以来ずっと、水にでも沈めてしまった方が良かったのだ。身を乗り出し、震える右の人差し指を縁起がかった風に立てると、ひび割れた声でボソボソと話し始めた。私が一連の物語を聞いたのはこの時のことだ。途切れがちな、つぶやくようなしわがれ声を聞いている間、私は、夏の暑い日だったにもかかわらず、繰り返し身の震えを感じた。時に私は、話が脱線しそうになるのを引き戻してやったり、教授たちから聞きかじって覚えていただけの部分に科学的な要点を補ったり、あるいは論理や時系列に断絶が生じているところに橋を渡したりしなければならなかった。話を聞き終わって私は納得した。老人の精神にいささかの狂いが生じているのも、アーカムの人々が風吠えが腹の話をしたがらないのも当然だ。日が落ちる前に、と、私は急いで帰路を取った。星々が頭上に現れる時間にまでこのような場所にいたくなかった。翌日、仕事を辞めるつもりでボストンに帰った。私には、年下た森の暗い混沌の奥に分け入りよじ登っていくことも、風化した石材とレンガの傍らに深々と口を開く暗黒の井戸と再び対面することもできそうになかったのだ。今、ダムは完成を待つばかりとなっている。古い秘密のすべては何広もの波水の下に永遠に封じられることだろう。だが、その後であろうと、あの地方を夜に訪れたいと思うかといえば、それはまずなさそうだ。少なくとも、あの強制が空に瞬く黒煙はお断りだ。そして、誰に何と言われようと、アーカムの浸水道の水を飲む気にはなれない。すべては一個の隕石から始まった。と、アミ老人は言う。数々の魔女裁判以来この隕石が落ちるまでの間、名門な伝説は一つとして生じなかった。魔女裁判の頃でさえ西の森への恐れはさほどでもなく、むしろそれに倍する恐怖の対象であったのはミスカトニック川の川中島の方で、そこに残る石の祭壇は、悪魔が裁きを下すところとも、インディアンより昔から存在するとも言われていた。森に化粧の気配はなく、貝幻の黄昏も奇怪な日々以降ほどひどくはなかった。あの時、空に白い雲が伸び、空中で何かが爆発するような音が立て続けに響いたかと思うと、森の奥深くの谷間から噴煙が立ち上った。その日の夜までには、大きな岩が天から降ってきたこと、それがネイハムガードナーの敷地の井戸の脇に落下したことが、アーカム中に知れ渡っていた。このネイハムガードナーの住まいは、今日の風吠えが腹にあったのである。実り豊かな農園の中に立つ、小ざっぱりとした白い家だったという。ネイハムは隕石のことを詳しく知らせるために町に出ることになったが、その道中に立ち寄ったのがアミ、ピアスの家だった。アミは当時40歳で、一連の奇妙な出来事を鮮明に記憶していた。その翌朝、未知なる星の世界からの訪問者を実験しようと勢い込んでやってきたミスカトニック大学の3人の教授を、アミは妻と連れ立ってネイハムの農場に案内した。教授たちは、隕石の大きさが前日にネイハムから聞いたほどでないことを疑問に思った。隕石が縮んでいるというネイハムが指差した井戸の傍らでは、波打った地面と野草の燃えかすの上に茶褐色の土くれが堆積していた。しかし、教授たちは鉱物が縮むことはないと答えた。隕石の発する熱は一向に下がらず、ネイハムの言うところでは夜にはぼんやりと光っていたらしい。教授たちが地質学者が使うハンマーで叩いてみると、存外に柔らかいことが分かった。全くのところ、粘土に近いものだった。大学に帰って試験に付すために標本を採取することにしたが、その時も、削り取るというよりむしろ削ぎ取るような感じだった。ネイハムの家の台所にあった古い手桶を借りてその中に標本を放り込んだが、小さな欠片となってさえもまるで冷える様子がなかった。町に戻る途中で網の家に寄った彼らは、
欠片が手桶の底で燃えながら小さくなっていくとピアス夫人に言われ、改めて手桶の中を見直した。なるほど、確かに大きくはない。だがまあ、採取できたものが思っていたより小さかったというだけのことだ。その翌日、これらは皆1882年の6月の出来事である。教授たちは大興奮の面持ちで大学を飛び出した。途中で網の家に寄った彼らが語った。標本が示した奇妙な性質の話を網は聞き覚えていた。そして、どんな作用が働いたものやら、標本がガラス製のビーカーの中から完全に消え去ってしまったことも、ビーカーごと消失しており、教授たちは、この奇妙な隕石が持つケイ素と強く反応する性質について議論を交わしていた。設備の整った実験室で観察された隕石の振る舞いは非常に信じがたいものだった。木炭で加熱しても変化せず、ガスの放出も見られなかった。放射球にも反応もしない。与えうるあらゆる温度条件において完全に安定した状態を保ち、酸水素水管を持って加熱しても融解させることはできなかった。金床の上で叩くとかなりの転生を示し、暗所では輪行を放つことがはっきりと認められた。依然として温度は下がらず、やがて大学中が大騒ぎになった。分光器を前に置いて加熱した時に通常のスペクトルの色に似ても似つかない色彩の帯が現れるのがわかると、スワシン元素の発見か。この奇妙な光学的性質は何を意味するのか、などといった未知のものに直面して困惑状態にある研究者にお決まりの論議が、息を継ぐ合間もなく飛び交った。一向に温度が下がらないため、るつぼの中で様々な試薬を試してみることになった。水は反応なし、塩酸も同様、硝酸、そして硫水を用いてさえも、ジュッという音とともに試薬のしぶきが飛び散るだけの結果に終わった。アミはこれらの名前を一つ一つは思い出せなかったが、私がこうした試験に使われる定番の溶媒の名前を口にすると、それと認識した。アンモニアに化成ソーダ、アルコール系溶剤、エーテル系溶剤、悪臭を放つ二硫化炭素をはじめとする10余りの劇薬。隕石の質量は着実に減少しており、どうやら温度も若干低下しているようであるのに。それでも、どの溶剤も隕石を犯すことに成功している兆しを見せなかった。金属であるということはいずれにしても間違いなかった。時勢を有していたのもその根拠の一つとなった。また、各種の酸に暴露した後、ウィドマンシュテッテン図像の痕跡がかすかに現れたからでもある。十分に冷えたと判断された時点で、実験はガラス容器を使ったものに移行した。そして、大元の小塊から都度切り出して実験に供したすべての接点をひとまとめにして、ガラスのビーカーに保存した。翌朝、接点もビーカーも跡形もなく消失していた。後にはただ、木製の棚のそれが置かれていた部分に焦げ跡だけが残っていたのである。以上は教授たちが網の家に寄った時の立ち話の内容で、結局、アミは再び教授たちと一緒に、隕石という星界からの死者の元を訪れることになった。今度はアミの妻は同行しなかった。隕石はもうはっきりとわかるほどに縮んでおり、頭の固い教授たちでさえ、自分たちの目を疑う気にはなれないようだった。井戸の近くの一角は褐色の土を盛り上げたようになっていて、その中央が浅くくぼんでいた。そのくぼみの上、前日は差し渡しでたっぷり2メートルはあったはずの隕石は、今や1メートル50あるかどうか、まだ熱を持ったままで、学者たちは、ハンマーとタガネで前回より大きな塊を採取しようとしながら、隕石の表面を熱心に観察した。今回、深くタガネを打ち込み、より小さくなったその隕石を調べているうちに、核部分の質が全く違っていることに気づいた。外殻と色合いの異なる球状のものの一部が、隕石の内容からしたのである。その色は、隕石を加熱した際に現れたスペクトルと同様、何とも表現のしょうがないものだった。全くのところ、それを色と呼ぶのも彼らが用いたアナロジーに過ぎない。表面はブヨブヨしていて、指で押してみても、中身が詰まっているのか詰まっていないのか判然としない。
教授の一人がハンマーで人打ちすると、頭に響く小さな破裂音と共に引け飛んだ。何かが放出されるでもなく、破裂すると共に跡形もなく消えてしまった。後には直径8センチメートルほどの球状の空隙が残されたが、一同は、隕石をとそぎしていくうちに同じようなものが再び現れるだろうと考えた。予測は外れた。潜航中に新しい球体を見つけようとする試みは失敗に終わり、教授たちは新しい標本を持って帰還したが、しかし前回と同様、実験の結果に戸惑うばかりだった。可塑性、発熱性、磁性、かすかな発光性、強い酸にさらすとわずかに温度を下げ、未知のスペクトルを生じ、空気中で消耗し、ケイ素化合物を犯すと同時に自らも崩壊する。これが一体何なのかを同定できるような特徴を検出することはできなかった。実験の果てに、大学の学者たちも全くのお手上げであることを認めざるを得なくなっていた。この地球上のものではない。遠くかけ離れた世界のかけら、その有する性質も、その従う法則も、地球のそれの拉致外にあったのである。その晩は激しい雷雨となった。夜が明けてネイハムの元を訪ねた教授たちは失意を禁じ得なかった。隕石は、その磁性と同様に、何らかの電気的特性を有していたに違いない。ネイハムの言いようを借りると、隕石は繰り返し繰り返し、稲妻を吸い寄せ、たのである。ネイハムは1時間のうちに6回も雷が前庭のくぼみに落ちるのを目撃していた。そして嵐が去った後、古びた井戸のそば、半ば土砂にうずもれたくぼみには、いびつな穴が開いているばかりとなっていた。地面を掘ってみたものの無駄に終わり、隕石が完全に消滅したことを学者たちは認めた。得るものは全くなかった。なすすべもなく研究室に帰った彼らは、消えゆく欠片を再び実験に供し、鉛のケースに慎重に封じた。欠片は1週間存在していたが、結局、何ら成果が上がることなく消え去った。消え去ってしまうと、その痕跡は何一つ残っておらず、そのうち教授たちは、自分たちのその目で見たはずことがおぼつかなくなってきた。遥かに隔絶した世界から飛来した謎の物体。宇宙から、科学的、物理的、力学的に異質な規則が支配する異世界からやってきた孤高の使者は、果たして本当に存在したのだろうか、と、当然ながら、アーカムの新聞各紙は大学内の事情通りを介して事件を知り、ネイハム・ガードナーとその家族に取材記者を派遣した。ボストンからも少なくとも一紙の記者がやってきて、ネイハムは時の人となった。ネイハムは、物知りで頭の回転も速く、年齢は50ほど、谷間に農場を開き、妻と3人の息子と共に暮らしていた。兄とは互いに足しげく尋ね合う仲であり、妻同士もまた同様で、兄は、後年になってもネイハムのことをただただ尊敬していた。ネイハムは、自分の土地が注目を集めるようになったことを誇らしく思っていたようで、その後何週間か、しばしば隕石の話を語って聞かせた。その年、7月も8月も暑い日が続いた。ネイハムはチャップマンズブルックという小川を挟む10エーカーの牧草地で精を出して働いた。荷車はガタガタと音を鳴らし、牧草地と倉庫の間、陰がちな道に深い轍を刻んだ。労働に例年になく疲労したネイハムは、それを年齢がものを言い始めたのだと思った。そして収穫の季節がやってきた。梨とリンゴがだんだんと熟していく中、ネイハムは自分の果樹園がかつてないほどの収穫をあげるだろうと確信していた。果実は規格外のサイズに育ち、いつにない見事な艶を有していていて、豊作に備えて樽を追加注文したほどだった。だが、収穫がもたらしたのはひどい落胆だった。見栄えよく、食欲をそそる果実の山の中には、一家として食用に適するものがなかったのだ。梨もリンゴも、その上質な味わいの中に苦味とえぐみが潜んでいて、ほんの一口食べただけでも嫌な後味が残った。メロンもトマトも同様であり、ネイハムは、収穫すべてを諦めざるを得ないことを悲しみと共に悟った。
この事態に即座に結びつけてネイハムが考えたのは隕石のことで、隕石が土壌を汚染したのだと判断した。そして行幸に思ったのは、他の作物の大部分を街道を行った先の高台で育てていたことだった。冬が例年より早く訪れ、例年より厳しく冷え込んだ。アミがネイハムを目にする機会は少なくなり、たまに会うと、どこか悩んでいる風に見えた。ネイハムの妻子もまた同様で、ひどく口数が少なくなっていった。教会からも足が遠のき、地域の集まりにも顔を出さなくなっていった。引きこもる理由は何なのか。確かに家族の誰しもが、体のキレが悪いとか理由もなく不安感に襲われるとかいう時がありはしたものの、はっきりとした原因を見極めることはできなかった。ネイハム本人はといえば、誰かに会うたびに、雪上に残されているある種の足跡がひどく気にかかっていると、しきりに言った。確かにそれはこの季節なら当たり前のように見られるリスやウサギ、キツネの足跡であったが、しかしネイハムの見るところ、何か常ならぬところがある。自然に反するもののように思われた。ネイハムは物事を懐疑的に捉える太刀ではなかったが、リスやウサギ、キツネといった生き物の、解剖学的、生態的な特徴に一致しないように思っていたようだった。アミがネイハムの話を聞き流していられたのは、そんな折のある晩、雪ぞりに乗ってクラークズコーナーズから帰る途中、ネイハムの家のそばを通るまでのことだった。月が出ていて、一羽のウサギが道を横切っていったが、その一羽で稼ぐ距離の異常な長さにアミも馬も戦慄した。馬に至ってはひどく興奮して逃げ出そうとしたため、アミは手綱を引いて抑え込まなければならなかった。そのようなことがあって、アミは、ネイハムの話を軽んじるのをやめ、また、ガードナー家の犬たちが毎朝怯え震えているその原因は何だろうかと考えるようになった。犬たちはいつの間にか、まるで吠えようとしなくなっていた。2月、メドウヒルのマグレガー家の子供たちがリス家に出かけ、ガードナーの辞書の近くで非常に奇妙な個体を捉えた。胴体、手足のバランスがどことなくおかしく、顔つきはリスにはありえないものを帯びていた。子供たちは心底怖くなり、そのリスを放り出して一目散に逃げ出し、結果、奇怪な噂話だけが近隣の住民の知るところとなった。だが、馬たちがネイハムの家の近くを通る時に物怖じする様子を見せるということが、誰もが知る事実となっていることも合わせ、一連の交渉の土台は速やかに成立していった。ネイハム家のあたりはよそよりも雪解けが早いということを誰もが認めつつあった3月初旬のある日、ポッターがクラークズコーナーズで営むよろず屋では恐ろしい話題で持ちきりだった。その日の朝、馬でガードナーの辞書のそばを通ったスティーブン・ライスは、林道の外れのぬかるみに座禅僧が群生しているのに気がついた。その座禅僧は、見たこともないほど竹高く伸び、言葉にしようのない奇妙な色彩を帯びていた。その造形は化け物じみていて、漂う周期に馬はいなないた。スティーブンにとっても全く未知の、異様な匂いだった。午後、幾人かがその異常な成長を見るべく向かったが、健全な世界に生育する植物ではないと全員の意見が一致し、その話が口伝えに広まるにつれ、ネイハムの土地は毒に害されているということになった。もちろんそれは隕石のせいだ。大学から来た教授たちが隕石がいかにも奇妙な特徴を有すると言っていたことを思い出した複数の農夫が、事態を教授たちに中心した。ある日、教授たちがネイハムを訪ねてきた。だが、俗説の類を好まなかった教授たちの見解は実に大鋭的だった。確かに変わった植物である。だが、座禅僧は、姿形においても色彩においても、ある程度の個体差を有するものだ。隕石に含まれていたミネラルの一部が土壌に浸透した可能性はあるが、遠からず洗い流されてしまうだろう。そして足跡や馬の挙動については、言うまでもなく単なる噂の息を出るものではなく、隕石が落下した地域でこのような風雪が生じるのは定番の現象である。かような与太話を真面目に取り合う必要はない。なんとなれば、
迷信好きの田舎者は何でも口外し、信じ込んでしまうのだから。というわけで教授たちは、奇怪な日々の間、この件に関与しない姿勢を貫いた。その中の一人だけは、一年半の後、塵が詰められた二本の瓶の分析を警察から依頼された時に、座禅僧の奇妙な色彩、隕石が大学の分光器に示した未知の光の帯、それに、地中から掘り起こした隕石の内部に見出されたと脆い球体の色合いは、それぞれ非常によく似通ったものだったことを思い出した。サンプルの塵は、はじめ、同様に奇妙な光の帯を示したが、やがてその性質を失ってしまった。ネイハムの土地近辺の木々は早くも芽吹き始め、夜になると、風を受けて不気味に揺れた。ネイハムの次男であるタデウスは、この時15歳だったが、風のない時でも木が揺れていると言い張った。だが、噂話においてすら、タデウスの言葉に芯が置かれることはなかった。とはいえ確かに、気の休まることのない空気が一体に満ちていた。ガードナーの一家は知らず知らずのうちに聞き耳を立てるのが習慣となった。はっきりと意識してこれという音を聞こうとしているのはなかったが、実際、むしろ上の空でいる時に聞き耳を立てているということの方が多かった。不幸にも、上の空でいる自分は週を重ねるごとに長くなり、そのうち、ネイハムのところの連中はどうも良くないようだ、と広く言われるようになった。やがて早咲きの雪の下が異様な色を伴って現れた。例の座禅僧と等しく同じ、というわけではなかったが、関連を有するのが明らかで、人知を絶する色合いだった。ネイハムはその花をいくらか摘み、アーカムに出向いて、ガゼットの編集部に持ち込んだが、同志の対応は、明眸がちな固い中での珍事を陰銀を装って揶揄するといった塩梅の、ユーモア調の記事を掲載したに過ぎなかった。これはネイハムに落ち度がある。この手の話を受け流しがちな都会の人間が相手なのだから、話を雪の下のことに留めておけばよいものを、その周りを飛ぶ巨大に成長した縦波長にまで触れてしまったのだ。4月になるとある種の狂気がこの土地の人々に蔓延し、ネイハムの辞書を通る道が使われなくなり始めた。この道は最終的には打ち捨てられることになる。植物が問題だった。果樹はどれも見ないような色の花を咲かせ、岩がちの農場とその周辺に広がる放牧地に覆い茂った植物の異常さといったら、在来の植物とのつながり見出せたのがたった一人の植物学者だけだったというほどのものだった。どの草木も葉の緑を除けばどこにもまともな色合いがなく、何らかの病に侵され、色素が様々に変異した変種としか思えず、その基調とする色は、地球上において基地のいかなる色にも属していなかった。ツノコマクサは本来の姿にほど遠い不気味な姿を押し出し、結婚草は色合いの狂った花を呆然と咲き広げた。各々の色にどこか否定しがたいつながりがあると網もガードナー家の人々も思い、それは、隕石の中にあった球体の色を思い出させるからだと判断した。ネイハムは牧草地から高台にかけて10エーカーほどの土地に桑を入れたが、家の周辺は放置した。手を入れても無駄だと分かっていたからで、今夏の異常な植物の繁茂が土壌の毒物を残さず吸い上げてくれれば、と期待した。ネイハムはもう大抵のことには覚悟ができていて、自分の近くにはべる何者かが何事かを聞かせようとしている感覚にも随分慣れてきていた。近隣の人々が自分の家を避けているのはネイハムにも答えたが、もちろん、ネイハムの妻にはもっと答えただろう。子供たちはマシだった。毎日学校に行っていたからだ。それでも、噂話におじけづいてしまうのはどうしようもなかった。とりわけ多感な年頃だったタデウスが最も辛い思いをしていた。それまで草の葉には異常が見られなかったので、牛たちは家の周りで自由に草を喰んでいたが、5月の終わりにかけて、乳の質が悪くなっていった。ネイハムが牛たちを高台にやるとそのうちに収まった。それからそう時を置かずに、草木の異常が目に見える形で現れ始めた。緑が灰色に変わっていくと同時に、何かの拍子でボロボロと崩れ去るという、極めて特異な性質が強まっていったのである。
訪ねてくるのは網だけになっており、その網もどんどん足が遠のいていった。学校が休みに入るとガードナー家は事実上世間と切り離され、町での所用は時折網に託して片付けるという塩梅だった。彼らは不思議なほど精神力も体力もすり減らしており、ガードナー夫人が発狂したという情報が出回っても、誰も驚きはしなかった。それは6月、隕石が落ちてきてからちょうど1年になるかならないかという時期のことだった。哀れなガードナー夫人は空中の何者かについてまくし立てたが、それは説明の定義をなしていなかった。狂乱した彼女の口からは名詞が一つも出てこず、ただ動詞と代名詞ばかりで構成されていた。うごめき、形を変え、飛び交う。耳に押し寄せるものはしかし音とはまるで違う。何かを奪われた。自分から何かを吸い取っていった。絶対になくしてはいけない何か。誰もが持っていけないといけない何か。夜が来ればあれもこれも動き出す。壁や窓ですらぐらぐらと。ネイハムは妻を軍の療養施設に送らず、自由に歩き回らせていたが、それは人に危害を加えそうな素振りがなかったためでもある。彼女の表情が常ならないものとなってさえも、ネイハムは構わなかった。だが子供たちはそんな彼女に怯えるようになり、ある時タデウスがこちらを向いた彼女の顔の変わりように気が遠くなりかけたということがあって、ネイハムは妻を屋根裏部屋に閉じ込めることにした。7月を前に、ナビーは、ジンゴを初スノーをやめ、四つん這いで歩くようになった。そして7月の終わる頃には、ネイハムは、暗がりの中の妻がかすかに輪行を放っているという妄執めいた考えを抱くようになっていた。その輪行は、今やネイハムの目にもはっきりと見えている。付近の植物が発するものと同じものだった。馬たちが逃げ出したのは、この少し前のことだった。その晩、何が起きたのか。厩舎の馬たちはひどくいななきながら暴れ始めた。なだめようもなかったので、ネイハムが馬小屋の扉を開放すると、馬たちは、まるで何かに追われるの鹿のように、一斉に飛び出していった。四頭の逃げた先を突き止めるのに丸一週間かかったが、見つけた時にはどの馬もまるで言うことを聞かなくなっていた。脳に何らかの障害が生じたものと思われ、予後不良として射殺せざるを得なかった。ネイハムは干し草を刈り入れるのに網から馬を借りたが、網の馬は厩舎には近寄ろうとしなかった。無理に寄せようとするとひどく興奮して抵抗するので、厩舎のロフトに干し草を運び入れるには、結局、前提で馬を止め、重い荷車を厩舎の近くまで男手で押していかなければならなかった。その間、草草は灰色に変わって、脆く崩れやすくなっていった。奇妙な色合いを見せていた花でさえ今や灰色になり、果実は灰色になってしぼみ、味がしなくなった。野菊や泡立ち草が形の歪んだ灰色の花を咲かせた。庭の入り口のバラ、百日草、葵はあまりにまがまがしい姿になったため、ネイハムの長子ジーナスが刈り取った。奇妙に膨張した昆虫たちはこの時期に死に絶え、蜂でさえも巣を捨て森へと逃げていった。9月を待たず草花は皆崩れて灰色の塵と化し、ネイハムは、土壌の毒が消えるより先に果樹園の木々が枯死する事態を思って恐怖した。妻は凄まじい悲鳴を発するようになっていて、ネイハム自身も息子たちも神経が常時張り詰めた状態にあった。人付き合いはなくなり、子供たちは学校が始まっても登校しようとしなかった。だが網は、めったに顔を出さなくなっていたものの、井戸の水がまともでなくなっているのに誰よりも早く気づいた。臭みとも塩気とも少し違う忌まわしい味がしたので、ネイハムを悟し、新たに高台に井戸を掘って、土壌が元に戻るまでの間は今の井戸を使わないように進めた。ネイハムはしかし、網の警告を顧みなかった。その時点ですでにネイハムは、不自然なこと、不愉快なことに心が動かなくなっていたのだ。不死ともども、汚染された水源を使い続け、その水を無関心に機械的に飲み、調理の行き届かない粗末な食事をとり、喜びのない単調な家事を消化して、張りのない日々を過ごした。家族間にぼんやりとした定感のようなものが漂い、
その行状はあたかも、浮世から半ば足を踏み外しているものの、無名の帽子絡みの内側を歩んでいるがために、約束された破滅への転落を免れているかのようだった。タデウスは、9月、井戸に行った直後に狂気に陥った。手桶を持って出たはずだったが帰ってきた時は手ぶらで、悲鳴を上げながら両腕を振り回し、時折正気と思えぬ忍び笑いを漏らしたり、ボソボソと、ずっと下の方でうごめく色、についてつぶやいたりした。一家族で2人の病人を抱えるのは重い事態であったが、この点ではネイハムは大変に果敢だった。1週間ほどタデウスがそこら中を走り回るのを放置していたが、やがて物にぶつかったり怪我をしたりするようになったため、屋根裏の、母親を閉じ込めている部屋の向かいの部屋に押し込めた。鍵のかかった扉の向こうで2人が各々奇声を上げる模様は陰惨を極めた。特に答えたのはマッシ・マーウィンで、マーウィンは2人がこの地球上のものでない異質の言語で語り合っているという妄念を抱いた。マーウィンは日に日に恐怖のイメージをたくましくし、一番仲の良かった時計が屋根裏に閉じ込められた後は、不安を一層募らせた。時を同じくして家畜が倒れ始めた。鶏は灰色になってあっけなく死に、さばいてみるとその肉はパサパサとしていて悪臭がした。豚は規格外に吠え、その後突如、誰も説明のできない、忌まわしい変化をし始めた。その肉はもちろん使い物にならず、ついにネイハムの心身は限界を迎えた。近隣の獣医師たちは一人として往診の依頼に応じず、アーカムからやってきた獣医は途方に暮れた様子を隠そうともしなかった。豚は灰色になり死を待たずにボロボロに崩れ始め、目鼻は得意な変容に見舞われた。不可解だった。鶏も豚も汚染された草を這んではいなかったのだから、次は牛だった。体の一部、時には全体が、不気味にしなびてシワだらけになり、肉がそげ落ちたり骨が折れたりといった症状が蔓延した。末期には、死を免れたものはなかった。豚の身に降りかかった通り、灰色になって組織が崩れていった。毒物の疑いはなかった。どのケースも鍵がかかった厩舎という密室の中で起きたのだから、野生動物に噛まれた傷から病に感染したはずもなかった。この世のどこに壁をすり抜けたりできる動物がいるというのだ。自然の病としか考えられなかった。しかし一体どういう病がこのような症状を引き起こせるのか、誰にも見当さえつかなかった。収穫期を迎えた時、ネイハムの農場には動物が全く残っていなかった。家畜は死に絶え、番犬も逃げ去っていた。逃げた犬は全部で3頭いて、ある晩一斉にいなくなり、二度と遠吠えを聞くこともなかった。5匹の猫は少し前にいなくなっていたが、何分ネズミが見当たらなくなっていたし、猫を可愛がっていたのはガードナー夫人だけだったこともあって、いなくなったことが誰にもほぼ意識されていなかった。10月19日、アミの家に飛び込んできたネイハムが、おぞましい知らせをもたらした。死が屋根裏部屋のタデウスを襲い、しかもその死にざまは言葉にできないようなものだったという。ネイハムは農場の裏手にある先祖来の墓地に穴を掘って、屋根裏部屋で見つけたものをうずめた。何者かが外部から侵入することはありえなかった。小さな窓のかんぬきもドアの錠もそのままの状態だったからである。だが、状況は厩舎の時と同じであった。アミは妻と一緒に手を尽くしてネイハムを慰めたが、そうしながらもおののきを禁じ得なかった。純然たる恐怖がガードナー家にまとわりついているように思えて、その一員が家の中にいるということは、名もない領域、名付けようのない領域からの息吹を浴びるようなものだった。アミは、全く気乗りしなかったが、ネイハムに付き添ってガードナー家に赴き、ヒステリックに泣き続ける幼いマーウィンをなだめようと手を尽くした。ジーナスはケアする必要がなかった。ジーナスはこのところ、虚空を凝視するか、父親に言いつけられた通りに動くかのどちらか以外のことはしなくなっていた。そんなジーナスの状態をアミはとても慈悲深く思った。繰り返されるマーウィンの慟哭に対してかすかな応答が屋根裏から帰ってきて、怪訝に思ったアミがネイハムに目を向けると、
ネイハムは妻が非常に弱ってきていると言った。夜近くにアミはようやく自供した。いかに大切な友人であっても、植物がぼんやりと光ったり、樹木が風もなく揺れるとか揺れないとか言われたりする黒煙になってまで、その場所に居続けることはできなかった。アミが余計な想像力を有しなかったのは本当に幸運であった。そのような環境にあってさえもアミの精神は微塵も揺るがなかった。仮に身の回りで起きていることをつなぎ合わせて熟考したならば、完全な狂人と化すのは必然であっただろう。夕闇の中、家路を急ぐアミの耳の奥では、狂気を発した女の絶叫と歓喜に高ぶる子供の絶叫とが恐ろしげに鳴り響いていた。3日後、早朝のうちにアミの家の勝手口から飛び込んできたネイハムは、アミの不在にもお構いなしで悲劇が起きたことをまくし立て、利き手のピアス夫人を恐怖の淵に追いやった。今度はマーウィンだった。マーウィンがいなくなったのだ。昨晩、水を汲むために格闘と手桶を持って氷に出て行き、二度と戻ってこなかった。マーウィンはこの数日平静を失っており、自分が何をしているのかもまるで分かっていない様子だった。あらゆるものに怯えて悲鳴を上げた。凄まじい絶叫が外から響き渡った時、父親はすぐに飛び出していったが、すでにマーウィンの姿はなかった。格闘を持っていたはずだがその明かりはどこにも見えず、本人も跡形もなく消えていた。その時ネイハムはマーウィンは格闘と手桶を持ったまま失踪したと思っていた。夜を徹して森も野原も探し回ったが不守備に終わり、レイメイと共に家に帰ってきたところ、井戸のそばに奇妙なものを発見した。ひしゃげて一部溶解したように見える鉄の塊。元は格闘であったに違いなかった。その傍らにあった曲がった取っ手とねじれた鉄の輪は、どうやら手桶の部品のようだった。その他には何もなかった。ネイハムはそれ以上の想像を拒み、ピアス夫人は呆然とするばかりで、アミは、家に帰ってきたところで一通りの話を聞いたのだが、何が起きたのか見当もつかなかった。マーウィンが失踪した。近隣の人々に相談しても意味がなかっただろう。彼らは今やガードナー家を敬遠していた。アーカムの人々にしても同様で、おそらく一生に付されただろう。タデウスがいなくなり、今マーウィンもいなくなった。忍び寄る何者かが、何事かを期待して樹木に訴えかけてくる。自分もやがて消されてしまうだろう。そう思ったネイハムは、アミに、万一の時まだ妻とジーナスが生き残っていたら、その面倒を見てやってほしいと頼み込んだ。ネイハムの考えでは、これはある種の天罰だった。天罰とは言うものの、ネイハムはそれまで主の教えに従って生きてきたつもりであったから、一体何の罪があってのものなのか、それはネイハムも知るところではなかった。それから2週間以上、アミはネイハムの姿を見かけなかった。そうなると、何かがあったのかもしれないという懸念が恐怖心に打ち勝って、アミはガードナー家を訪れた。大きな煙突から煙が上がっていないのを見たアミは最悪の事態を予感した。農場の様子も衝撃的だった。灰色の草葉が地面に広がり、古びた壁や切り妻を這うズルはしなびて折れ、垂れ下がっている。葉の散った大樹が並ぶ様は11月の灰色の空に突き立つ酒もぎのようで、その枝ぶりの微細な変化に、何かしらの悪意が感じられて仕方なかった。だがネイハムは生きていた。衰弱し、天井の低い台所の長椅子に寝込んではいたものの、意識ははっきりしており、ジーナスに簡単な指示を出すことはできた。部屋の中は恐ろしく寒かった。アミが震えているのを見たネイハムは、しわがれ声を張り上げ、ジーナスに焚き木を持ってくるように言いつけた。焚き木、それこそまさに必要とされているものだった。暖炉には火が絶え、焚き木もなく、煙突の先から逆流してきた凍てつく外気が灰を吹き散らしていた。しばらくしてネイハムが、まだ寒いようならもっと焚き木を持ってこさせるが、と言い出したとき、ようやくアミは事態を把握した。もっとも強い精神力を有したネイハムもついに正気を失っていた。心が砕けたからこそ、この不幸な農夫は一切の悲しみに耐え続けているのだ。アミは切り口を変えながら質問を重ねたが、
ジーナスがいなくなった時期をはっきりさせることはできなかった。井戸の中だ。あいつは井戸の中で生きている。と、思考の混濁した父親は言うばかりだった。それから、狂った妻のことを唐突に思い起こした訪問者は、質問の方向をそちらに切り替えた。ナビーがどうした？おいおい、そこにいるじゃないか。と、哀れむべきネイハムは驚いた様子で答え、アミは自分自身で探さなければならないと悟った。虐待なく難じるネイハムをそこに残し、ドアの脇の釘に下がっていた鍵束を手に取ると、きしむ階段を登って屋根裏に向かった。壁天井が迫ってくるような狭さに加えて不快な臭気が立ち込めていたその屋根裏では、しかし、どの方向からも物音がしなかった。視界に入った四つのドアの中に一つだけ鍵がかかっているものがあったので、アミは持ってきた鍵を順に試していった。三つ目の鍵が開い、立て付けの悪さに苦戦しながら、その白い小さな戸を力任せに開いた。部屋の中はひどく暗かった。小窓が一つあるきりで、それも木材で目張りされ、半ば塞がれていたからである。板張りの床の上には何もないように網の目には見えた。耐え難い周期に満ちており、部屋の奥に進む前に、他の部屋に避難して肺に新鮮な空気を蓄えてこなければならなかった。そうやって部屋に入ると、隅の方に黒っぽい何かが見えた。それがだんだんとはっきり見えてきたとき、アミは悲鳴を上げた。悲鳴の小玉が消えるより早く、窓に影が差したようにアミは思った。その次の瞬間、じめついた空気になで回されているようなおぞましい感触が走った。目の前で奇妙な色彩が舞った。もし恐怖で呆然としていなかったとしたら、アミはその色彩からの連想で、隕石の内部にあり学者の土によって打ち砕かれた球体の色を、この春にはびこったやめる植物の色を思い起こしたことだろう。実際のところは、今目の前にいるまがまがしい姿のことでアミの頭はいっぱいだった。それもまた、タデウスや家畜が辿った無名の定めをなぞっているのが明らかだった。だが、その恐怖の源のありようはなお壮絶だった。まだノロノロと動いており、動くにつれてボロボロと体がこぼたれていていたのだから、アミはその時の機微を他に言い足しはしなかったが、しかし部屋の隅にいたものが動いてどうしたという描写は二度と話の中に出てこなかった。世の中には口に出すべからざる事柄が存在し、当たり前の人道的見地からなされたことも、時に、法によって告白に処断されることがある。前後の事情から見て、屋根裏部屋に動くものは残されなかったし、動きうるままに放置するのは、心を有する者にとってすれば、自らに永劫の苦悶を課す鬼畜の所業であっただろう。失神する、発狂する、といったことにならなかったのは、感情を殺す術を心得た百姓なればこそだった。アミは正気を失うことなく、狭い戸口をくぐって部屋を出、鍵をかけて呪わしい秘密を封じ、その場を後にした。あとはネイハムをどうするか、養い、介護してやらねばならず、どこか世話が受けられるところに移してやらなければならなかった。階段を振り始めたアミは、途中、階下から鈍い衝撃音を聞いた。悲鳴が一瞬聞こえたように思いさえもし、会場の恐怖の部屋で自分の身を撫でた冷たい霧の記憶が神経をそば立てた。あの部屋に押し入り、悲鳴を上げたことが、一体どんな存在を目覚めさせたのか？漠然とした恐れに硬直し、じっと立って階下の音の続きに聞き耳を立てた。聞き間違いようのない。何か重いものを引きずる音、そして何より地打を打つ。魔性な、不浄な類の、何かをすすり立てる嫌な音、強熱を催す連想。アミはそこに屋根裏で遭遇した者の異様な姿を重ねた。ああ、なんという怪奇幻想の世界に入り込んでしまったのだろう。アミは、進む勇気も退く勇気もなく、左右を壁に守られた階段の踊り場の陰で、震えながら立ち尽くした。その時の状況は美に入り際に入り網の脳裏に焼き付いた。物音、絶望感。暗がり、狭い階段の勾配の急さ、そして何ということか、ぼんやりとした、しかし見違えようのない輪廓が、
視界内にあるすべての木材にまとわりついていた。階段にも、壁の漆喰の剥げた部分にも、針にも皆一様に。そうこうするうち、外に置いてきた馬の狂乱した稲鳴きが聞こえ、直後に何かが壊れる音が続いて、馬が逃げ出したことを知った。遠ざかる馬と馬車の音はすぐに聞こえなくなったが、亜美は、馬を驚かせた者の正体を考えながら、暗い階段の途中で恐怖に身をすくませていた。だがそれで終わりではなかった。外でまた違う種類の音がした。液状のもの、水、が飛散する音、井戸に違いなかった。亜美は馬を井戸のそばに繋がないまま置いてきた。馬車の車輪が井戸の縁石に接触し、石のかけらが井戸に飛び込んだに違いない。そしてその間も、いとわしいほど年季の入った住居の中では青白い輪光が灯り続けた。ああ、その家の古めかしさと言ったら、大部分は1670年以前に建築されており、今の屋根に吹き替えられたのも1730年より後ということはないだろう。階下から弱々しく床を引っかく音がはっきりと聞こえてきたのに対し、亜美は、とある目的を持って屋根裏で手にした重みのある棒を、強く握りしめた。恐る恐る階段を降り切り、台所に突き進む。だが台所に行き着くことはできなかった。なぜなら、亜美が探していたものはそこにいなかったからだ。亜美の方に向かってきたそれは、曲がりなりにもまだ生きていた。自分の力で張ってきたのか、外部の力によって引きずられてきたのか、亜美にはわからなかった。だが死の間際だった。この30分の間にあらゆる症状が出たわけだが、とりわけ骨格の変形、体色の離体、組織の脱落といった症状がすでにひどく進行していた。恐ろしいほどにボロボロと干からびて、乾いた組織片を撒き散らかしていた。亜美はそれに手を触れることができず、ねじくれたまがいものと化した。かつて顔だった部分を恐怖に震えながら見つめた。どうした、ネイハム、何があったんだ、と、亜美が震え声で問うと、むくんだ唇からしわがれた声で答えが返ってきた。何も、何も癒しない。色が、燃やすんだ。冷たくて湿ってる。でも燃やしやがるんだ。井戸の中で生きてる。俺は見たんだ。煙みたいなやつだ。春に咲いた花と同じ。夜になると井戸が光って、タッドもマーウィンもジーナスも、生き物から命を吸い尽くす。あの隕石に中に入ってたんだ。目的なんかわかるもんか。大学の先生たちが隕石の中で見つけた丸いやつ。叩き壊されたやつ。あれと同じ色なんだよ。全く同じ。あの花の色。あれはきっと、種が詰まってた。種が、育って、初めて見たのは今週で。ジーナスでも叶わんくらい力をつけた。力の強い、健康そのもののジーナスでも。あいつは人の心を弱らせて襲ってくる。燃やしてしまう。井戸の水の中。お前の言う通りだった。悪魔の水。ジーナスは井戸から帰ってこなかった。逃げられん。溺れさ、せて。何かが迫ってくるのがわかるがその時は手遅れで。ジーナスがやられた後から何度も俺の前に出た。ナビーはどこだ？アミ。頭が働かん。最後に飯を持って行ってからどれくらいになるかわからん。あいつからナビーを守るために手を尽くさんと。色が。ナビーの顔が夜の入りに時々あの色に。燃やしてすする色。こことは何もかもが違う場所から来た。先生方の中にそう言った人がいた。まさにそうだ。気をつけろ。アミ。あれはもっとやばいやつだ。命をすすり尽くすんだ。だがそれ以上聞き出すことはできなかった。声を発していたそれは原型をとどめないほど歪み果てて。もはや話をすることはできなかったからだ。アミは、その慣れ果てに赤のチェック柄のテーブルクロスをかけてやり、よろめきながら勝手口を抜け、裏庭に出た。斜面を登って10エーカーの牧草地を目指し、そこから自宅へと、北側の道に沿い、森を通ってふらつきながら歩いた。逃げ出した馬を繋いでいた井戸を避けたのだ。窓越しに見たとき、井戸の縁石に欠けがないことを見取っていたのである。つまり、馬車が井戸にぶつかったわけではない。見ずしぶきを立てたのは別のもの。ネイハムを襲った何者かが井戸に飛び込んだのだ。
阿弥が自宅にたどり着いた時、馬と馬車はすでに一人でに戻ってきていて、それを見た妻が阿弥の身を案じていたところだった。その妻へ大丈夫だからとだけ声をかけてすぐにアーカムに向かい、ガードナー家が全滅したことを当局に通報した。こと細かに説明したい気分ではなかったが、ネイハムとナビーが死んだことを伝え、タデウッスの死は基地のことだったため省き、死因については家畜たちを死に至らしめた奇病によるものと思われると陳述した。また、マーウィンとジーナスが行方不明になっていることにも触れた。警察署ではしつこい聴取を受け、しまいには、3人の警官をガードナー家に案内することを承知させられてしまった。警官の他に検視官と監察医、それから、以前ガードナー家の家畜を診察した獣医が加わった。アミとしては行きたくなかった。午後もだいぶん回っており、あの呪わしい場所で夜を迎えるのを恐れたからだ。だが、それだけの大人数で行動することになったのは多少の気休めにはなった。二頭立ての馬車に6人が乗り込み、アミの馬車の後ろに続いた。現場に着いたのは4時頃だった。警察官として陰惨な経験を積んできた彼らでも、屋根裏部屋で見つけたもの、絵画のテーブルクロスの下にあったものに対し、動揺を隠すことはできなかった。農場全体を覆う灰色の荒廃だけでも十分に悲惨なありさまではあったが、二つの朽ちかけた物体は極めつけであった。長時間直視し得たものはおらず、観察医もその場で確認すべき点がほとんどないことを認めた。もちろん、実験室レベルでの解析は可能であったから、観察医はせわしなく資料を集めた。ここで採取され、最終的に大学に持ち込まれた二瓶の人海の解析結果も謎めいたものだった。資料は分光器を通じて未知のスペクトルを示した。その帯の多くは、前年の奇妙な隕石のスペクトルと極めて近いものであった。スペクトルを放つ性質は1ヶ月のうちに失われ、以降は、アルカリのリン酸塩と炭酸塩を主成分とする塵でしかなかった。アミが警官たちに井戸のことを話したのは、それが井戸を調べようという展開につながることに思いが至らなかったからに相違ない。日没が近づいてきたため、アミとしては早く家に帰りたかっただろう。アミは、大きな鶴瓶のそばの縁石のあたりの様子が気になって仕方なく、ちらちらと視線を向けていたのだが、それを警官に問いただされたので、井戸の底にいる何かをひどくネイハムは恐れていて、マーウィンやジーナスを探す際も井戸をさらってみようとはしなかったという話をした。そうと聞けば、警官たちとしては直ちに井戸の水を抜いて調べてみるほかない。アミが震えながら待つ間、手桶に一杯また一杯と井戸の水が汲み出され、周囲の地面に撒き捨てられていった。男たちは水が放つひどい匂いに顔をしかめ、そこの方に近づくにつれ、あまりの悪臭に鼻をつままずにはいられなかった。作業が恐れていたほどには時間を要さなかったのは、井戸の水位が非常に低かったからである。何が発見されたかについてことさらに話す必要はないだろう。マーウィンとジーナス。二人の遺体は大部分白骨化していた。同じような状態の小鹿と大型犬。小動物の骨の山。そこの DNA はぬめりを帯び。どうしたわけか。一面に小さな穴が開いていて、ボコボコと気泡を吐き出していた。一人が長い棒を手に井戸の中に入り、その棒をそこに突き立ててみたが、どこまで押し込んでも硬いものに突き当たる手応えはなかった。酔いの帳がついに落ち、家の中から格闘が集められた。その後ようやく、井戸の調査から得るものはこれ以上ないと見切りをつけた一行は、都内に戻り、古めかしい居間で協議を始めた。雲間に見え隠れする半月は、その色を虹のように変えながら、灰色の湖外に弱々しい光を投げかけた。事件の全体像は率直なところ理解の及びつかないものだった。草木の奇妙な状態、人畜を襲った未知の病、汚泥の溜まった井戸に沈んでいたマーウィンとジーナスの怪死、それらに関係性を求めようにも、確たる共通の因子が見出せなかった。この地域で広まっていた噂話は耳にしたことがあった。聞くことには聞いていたが、しかし、
自然の摂理に反することが起きたなど信じられようもなかった。まず疑いないのは隕石が土壌を汚染したという点だが、しかしその土壌で育ったものを食べていない人間と動物が病に倒れたのが引っかかる。井戸の水のせいだろうか？その可能性はかなり高い。分析してみるのが良案というものだろう。しかし一体いかなる狂気に襲われたのだろうか。子供たちが井戸に身を投げたのは、二人の行動はひどく似ている。そして、その意外が示すように、二人とも灰色に変わって脆く崩れる死の病に侵されていた。なぜ、何もかもが灰色になって脆く崩れていくのか。検視官は、窓から外の様子を見ているうちに、誰よりも早く井戸のあたりが光っていることに気がついた。時はすっかり夜に入っていた。周囲の呪われた大地が炎の明かりに包まれていたが、それは、キレキレに刺す月光の反照とは違っていた。新たな光は局地的で特異なもので、井戸の黒々とした穴から湧き立つその様は、出力を抑えたサーチライトの光線を思わせるものがあった。その光を、あたりに井戸水を撒き捨てた結果生まれた一つ一つは小さな水たまりが、鈍く照り返していたのである。その光はとても奇妙な色合いを宿していて、一行が窓際に鈴なりになって見守る中、阿弥は平静ではいられなかった。正気をまとった奇妙な光状が見せる彩りは阿弥の知らぬものではなかった。その色は確かに以前に見たことのあるものだったが、それが何を意味しうるか、考えたくもなかった。昨年の夏に落ちた隕石の中にあった不気味な球体の色、春の狂った植物が見せた色、思えば、まさにその日の午前中、正体不明のものと遭遇した屋根裏部屋の目張りされた小窓、あそこにもこの色を見なかっただろうか。窓のそばで一瞬ひらめき、じっとりとした不快な空気となって網の傍らを流れ去り、そして、哀れなネイハムを何かしらの形で襲った。あの色、ネイハムは今はの際に言った。それは、あの球体やあの植物に似ていた。と、その後、それは表に飛び出して、井戸に逃げ込んだ。そして今その井戸から焼きの内へと、同種の魔性の彩りを帯びた蒼白の陽光が吹き出している。これは阿弥の知力を裏書きするところでもあるのだが、この緊迫した瞬間にあっても、阿弥は誠に科学的な点で不審に思っていた。日の照る黒煙に遭遇したあの蒸気は、窓越しに見える南中前の空を背景としていた。今現れた陽光の宿る夜霧は、闇に包まれた大地を背景としている。なのに、そのそれぞれの光の強さに差がないように見えるのはどうしたわけだろう。それは正常ではなかった。自然の摂理に反していた。そして死んだ友人の最後の言葉を思い起こした。こことは何もかもが違う場所から来た。先生方の中にそう言った人がいた。三頭の馬は豹の一対の若木につなぎ置かれていたが、一様にいなないて地面を蹴立てる音が聞こえてきた。どうしたものかと思った御者が扉に向かおうとしたが、その肩に阿弥が震える手をかけた。外に出ちゃいかん。と、阿弥は小声で言った。外には得体の知れん奴がおるんだ。ネイハムは、何かが井戸の中に救っていて、人の命を吸い取ると言っていた。去年の6月に落ちてきた隕石の中にあった丸い玉。あれと似たもんから育ったんだ。吸い取りながら燃やすとネイハムは言った。色のついた、みたいなもんだと。ちょうどあそこで光ってるやつみたいな。あんたもあれが一体何なのかわからんだろう。ネイハムの考えでは、あいつは生きてるものを何でも食らってどんどん力をつけていったらしいんだ。先週になって初めて姿を現したと言っていた。空の果てから来たんだ。隕石ってのはそういうもんだと大学の先生たちが言っていた。あれも同じだ。どうやって生まれてきよるのか。どういった力を持っとるのか。神様のお作りになったこの世界にはいないものなんだ。もっとずっと遠いところからやってきたんだ。たじろぐ一行が動けずにいるうちに、井戸からの光はどんどん強くなり、馬の騒ぎ方はますます狂乱の度合いを増してきた。真に恐怖に満ちた時間が過ぎていった。呪われた古い家も、焚き木小屋に安置した四山の骨肉の寄せ集め、二山は家の中から、もう二山は井戸の中から、も、
泥の詰まった最深部から正体不明の怪光を吹き出す眼前の縦穴も、恐怖心を煽り立てた。アミは、とっさに魚車を制したとき、当のアミが屋根裏部屋で例の霧と遭遇しながら害を受けなかったことは失念していた。しかし、アミの判断は間違いでなかったかもしれない。その夜、家の外に何がいたのかは今後とも知り得ない。最果てからやってきた。神の摂理を超越したそれは、それまでところ精神の弱っていない人間に危害を加えることがなかったとはいえ、いつまでもそうとは限らない。折しも雲がちな月夜の下。力を増している様子もあらわに、果たすべき目的の兆候を示そうとしているこの時においては、突然、窓辺にいた警官の一人が驚きの声を上げた。一行が彼の方を見、そしてその先ほどまで漫然としていたが、今はきっと一点を見つめている視線の先を追って、素早く空を見上げた。言葉は必要なかった。土地の噂の中でもその真偽に議論のあった部分はもはや議論の余地がなくなった。事件後、この時の一行のメイメイが癌として譲らなかった部分が問題となって、アーカムでは奇怪な日々のことは話題にならなくなってしまった。まず前提として、この夜のその刻限、風がなかったことを確認しておきたい。長時間を置かずして次の風は吹くのだが、しかしそれまでは一切吹いていなかった。枯れ切って灰色に変わった垣根ガラシの干からびた頂き部も、警官たちの馬車の屋根にあしらわれていた棒飾りも、少しも揺れていなかった。張り詰めた弱滅で満たされた農園内で、あらゆる木々の、葉の散り落ちた小杖が動いていた。ここに枝を揺らす様はひどく無様で秩序を欠き、月影の雲を背景に、狂気の発作にもだえていた。汚れた空気を引っかくその動きは見るからにぎこちなく、あるいは、黒々とした根の下に潜んだ土中の恐怖の存在と見えない糸で繋がっていて、それがのたうつ動きに引きずられているだけのようだった。一行は息を殺して外を見つめていた。やがて厚い雲の塊が流れてきて月光を遮ると、一時的ながら、揺れる木々の影は視界から消えた。ここに来て一同はようやく悲鳴を上げたが、恐怖が喉を使えさせたのか。悲鳴とはほど遠いただのかすれた声しか出てこなかった。木々の影は見えずとも恐怖は失せず。深い闇に包まれた恐ろしい時が過ぎる中、木々は、枝という枝の先端からまがまがしい光を発し始めた。セントエルモの火のような、あるいはペンテコステの檻に信徒たちの神戸に下った聖火のような、幾千もの微光。それはまるで、超自然の光が織りなす魔物の星座のようであり、死骸を食らって育ったホタルが呪われた沼の上で繰り広げるサラバンドのようだった。そしてその色は、アミのよくシリーフするところとなった。正体不明の侵入者のものだった。その間にも、井戸から湧き出る輪光の輝きはますます強くなって、身を寄せ合う一行の心中に、常識では想像の及びつかないような破滅と異変の予感をもたらした。井戸からの光はもう光が湧き出るというどころではなかった。とばっちり出ていた。そして井戸からほとばしり出た万変の色は、無形の水路を爆心し、空へと直接に流れ込んでいくように見えた。獣医はガタガタと震えながら、玄関に歩み寄り、扉の勘抜きを追加した。アミも劣らず精神的なダメージを受けていて、思うように声を出すことができなかったため、木々が輝きを増していることに一向の注意を向けるには、彼らの体を引っ張り指さすという手段を取らざるを得なかった。外にいる馬たちの異な鳴き声、その暴れる音は強行の極みであったが、しかしこの時室内にいた人間たちは、たとえこの世のどんな財宝を積まれたとしても、表に出ようとはしなかっただろう。木々が輝きを増す一方、なおうごめき続ける枝が、何か強い力で引っ張られているかのように天を突き始めた。ついに井戸の鶴瓶竿が輝き始めた。それとほぼ同時に、警官が震える指で西市の石垣のそばにあった納屋と蜂の巣を示した。それらもまた同様に光に放ち始めていた。もっとも、アミと警官たちの馬車は一向に影響を受けていなかったが、道路の方で何かが壊れる凄まじい音と蹄の音がしたので、
外の様子をもっとよく見えるようにと阿弥は明かりを消した。そして一行は、狂乱した二頭の足毛の馬たちが、繋がれていた若木をへし折って、馬車ごと逃げ去っていったのを知った。そのショックに舌の緊張がほぐれたのか、幾人かの間で困惑の思いがボソボソと交わされた。この辺りの生き物すべてに広まっているようだ、と観察官が言った。誰も返事はしなかったが、井戸の中に降りた男は、そこに突き立てた棒に異様な手応えがあったと言い出した。不気味だった。そこがないみたいだったんだ。泥と泡、それと、下の方で何かがうごめいている感触があった。と言い重ねる。表の道端では阿弥の馬が地面を蹴立てる音と否なく声が続いていて、そのあまりの騒がしさに半ばかき消されながらも、飼い主である阿弥は、整理のつかないままにボソボソと自分の考えを語り出した。隕石から出てきた。井戸の中で育ち、生き物を何でも食らう。心も体も食い物にしてしまう。タデウス、マーウィン、ジーナス、ナビー、最後にネイハムが、みんなあの水を飲んでいた。そうして力をつける。どこか遠いところからやってきたんだ。何もかもがここと違う世界から。そして今帰って行こうとしてる。ここにいたり、未知の色の柱は突如輝きを強め、目撃者によって描写の異なる。つかみどころのない形を取り始めた。つなぎ置かれたままのヒーローは、ここで、馬の声としては人知を絶する音を立てた。天井が緩やかに傾斜した今にいた全員が耳を塞ぎ、阿弥は恐怖と悪感のあまり窓から顔を背けた。その気持ちを言葉で伝えることは不可能だった。阿弥が再び窓に目を向けたとき、哀れな馬は、月光の照らす地面の上、折れた左右の長江の間に横たわっていた。ヒーローは二度と起き上がらず、翌日に埋葬されるまでそのままの状態だった。が、痛む暇はなかった。ほぼ同じタイミングで、室内に危険が迫っていることに警官の一人が声を潜めて一行の注意を喚起したのである。明かりを落としていたため、部屋中が輪行を発する者に侵略されつつあることがはっきりと分かった。板張りの床の上にも、絨毯の端にも、ガラス張りの小窓の木枠にも、光点が現れていた。それは、隅柱を上へ下へと走り、棚を暖炉を這い回り、家具にも建具にも押し寄せようとしていた。その勢いは分刻みで強くなり、ついに、命が惜しくばこの家に留まっていてはならないと確信しうるほどになった。阿弥は一同を案内して、勝手口から続く。畑を通って10エーカーの牧草地に抜ける裏道に出た。登り道を全員ただ夢中になって歩き、遠く高台に至るまでの間、振り返ってみる勇気もなかった。裏道の存在はありがたかった。表から出れば井戸のそばを通過しないわけにいかなかったのだから。それでも10分生きた心地がしなかっただろう。穂の光る厩舎や納屋、よじれ伏しくれだった枝ごと輝く果樹園の木々のそばを通るのは、だが、天の助けか、道行きを困難にしたであろうもつれ絡まる枝も、その向きを天へと変えていた。一行がチャップマンズブルックにかかる橋に立ちたとき、月は厚い雲の影に隠れ、その先放牧地までは、暗闇の中を手探りで進んだ。谷を振り返った一行は、遠い谷底のガードナーの農場の光景に戦慄した。農場全体が、色をむやみに混ぜ合わせたような、汚らしい色彩を伴って輝いていた。木々も、建物も、そして灰色になって枯れていく最中にあった野草や作物さえも、木々の枝は天空に向かって反り立ち、その先端には汚れた炎が揺れていた。同等の用意の火が建物の胸ぎを舐め尽くそうとしていた。家も、厩舎も、納屋も、冬つせりの幻しした世界はこのようなものだっただろうか。残余の者にも無形の輪行が怒涛のごとく押し寄せていた。巨次元にかかる異界の虹。井戸からほとばしる深淵の毒。煮え、嗅ぎつけ、取り囲み、迫り、ひらめき、絡みつき、残忍に泡吹く。認識を拒む宇宙生まれの色調。やがて汚らしい混沌の色は、何の前触れもなく、ロケットか流れ星かという勢いで天へと一直線に飛び上がり、尾も引かず、
奇妙に整った円形の雲間の向こうに消えていった。声を上げるいとまもなかった。誰しもがその光景を忘れることができなかった。亜美はただ呆然と、未知の色が溶け込んでいった天の川の白鳥座。中でもひときわ輝くデネブのあたりを見つめていた。しかしその視線も次の瞬間には大地に引き戻される。破断音型に銃に轟いたのだ。それ以外のものではなかった。ただ木製のものが割れるなり折れるなりした音であって、爆発音でなかったことは一行のほとんどが認めている。だが、それに伴って生じたことはまさしく爆発そのものだった。カゲロウ万華鏡の刹那。呪われた農場に超自然の雷光と炎霧の本流が炸裂したのである。目もくらむ光と霧の中。この世界に存在し得ぬ色合いを有する光のかけらが、雨あられと天井へ打ち上っていった。そうそうと薄れゆく霧の中から飛び出した光の群れは、先行して飛び去った忌むべき塊の業を追い、次の瞬間には同じように消え去った。その後にはただ暗闇だけが残されたが、あえて引き返そうという者はいなかった。そこに、聖冠の虚無から下ってきた漆黒の光気としか思えないような、一陣の山風が起こった。風は、凄まじい風切り音を轟かせながら、宇宙的な凶暴さを誇示するように、草々を吹き飛ばし、木々をなぎ倒した。その様子を見ていた一行は、月が出るのを待ってネイハムの農場の現状を確認するという選択の無益さを、たちまちのうちに悟ったのである。感想を述べる気にさえなれず、震える七人は北回りの道を使ってアーカムに戻った。中でも亜美は一番悲惨な状態で、同行者たちに、まっすぐに町に帰るのでなく、途中亜美が勝手口から家の中に入るまでの友連れになってほしいと懇請した。本堂沿いにある自分の家までの間に横たわる。風吹きすさぶ荒廃した森を一人きりで通りたくなかった。亜美がそれほどまでに恐怖に囚われていたのは、他の六人が見過ごしたものを一人だけ見ていて、そのショックが大きかったからだ。その恐怖はやむことなく亜美を苦しめ続け、後年ずっと、自分が見たものを一言も他人に漏らす勇気が持てなかった。丘を登っている間、周りが一心に顔を道に落として歩いていたとき、亜美はふと振り返り、非業の死を遂げた友人がつい先ほどまで生活の場としていた、荒れ果て影に覆われた谷を見合った。その時、だいぶ遠くなったその荒れ地から、何かが弱々しく飛び出し、失速して、霊の形も知れぬ大いなる恐怖が空に向かって飛び立ったまさにその場所へと沈んでいったのである。それは色だった。天にも地にもありえない色。亜美はその色が何か分かっていた。その最後の残滓があの井戸に潜んだのを悟り、以来、完全な正気ではいられなくなった。亜美はもう二度とその場所に近づこうとしなかった。事件から40年の歳月が経った今も決して行こうとせず、ダムの建設によって消え去ることを良しとしている。私もまた良しとする。あの井戸、近づくにつれ陽光の彩りが怪しく移ろうあの灰井戸のそばを通る道を、私は好きになれない。望む楽はダムに満々たる水の常に荒れかし、だがそれが叶ったとしても、その水を飲む気にはなれない。今後はアーカム地方を訪れるつもりもない。亜美と一緒にいた三人の男たちは、陽光の下で廃屋を見聞するため、夜が明けるとネイハムの土地を採訪したが、しかし、廃屋と言えるようなものはなかった。残されていたのはただ、煙突のレンガ、地下室の石材、あちらこちらに散らばった無機物と金属のかけら、そして、あの恐ろしい井戸の縁石、亜美の馬の亡骸がそのまま残っていたので、少し離れた場所に運んで葬ってやり、その足で馬車を亜美のところに戻しに行った。馬の亡骸以外には、生き物にせよ、生き物であったものにせよ、影も形もなかった。5エーカーにわたって広がった灰色の砂漠には、地雷、草の一本も生えてこない。今日でもその地は、大空の下、森か野原を山が焼き尽くしたように焼けていて、当地の祈願も恐れず実験に訪れた物好きどもが、風吠えが原、と名付けた、という次第なのである。一体に伝わる話は奇怪である。いや、
まだおとなしい話にまとまっている方かもしれない。もし神塚や科学者が興味を抱き、灰色の水や風に散ることのない灰色の塵を分析したとしたらどうなることか。それに植物学者もまた、界隈の境界に生育する異様な植物群を詳しく調べるべきところであろう。土地の荒廃が広がっていっている。わずかながら、ひょっとしたら年に1インチ程度のペースではあれど、という風説に対して、何らかの光明を投げかける可能性がある。人々が言うには、春に界隈に生える草の色も、冬の薄い積雪に残る野の生き物の足跡も、どこかおかしいらしい。雪は風吠えが腹にだけはさほど積もらず、まるでそこを避けて積もっていくように思わせる。馬は、自動車の時代たる今日では数少なくなったが、静かな谷間に入ると、まるで落ち着きのない様子を見せる。塵の吹き溜まりに近すぎるところでは、猟犬が役に立たなくなると漁師たちは言う。精神に与える影響もまた非常に深刻という話だ。ネイハム亡き後数年のうちに多数の住民が奇妙な振る舞いをするようになってしまい、そうした人々は常に今日新たにする気力を有していなかった。意志の強い人物は土地を捨て、よそ者だけが捨てられた農地に住み着こうと試みた。だが定住することはできなかった。言霊を耳奥に残す奇妙奇烈な物語を語る彼らが、その心の目にいかなるものを見ていたものか、つい首をかしげたくなる向きもあろうが、それは常人のよく知るところではないだろう。あの怪異の地では夜ごとにひどく恐ろしい夢を見ると、彼らは言い募る。確かに闇に閉ざされたあの地域は、見るだに、妄想をかきたてるだけのものがある。山界に足を踏み入れた旅人で違和感を覚えずに済むものはなく、深い森をカンバスに描こうとした画家たちは目に映る以上の神秘に感応して震え出す。私自身もまた、アミから話を聞いた直後に一人でキロを取った時、自分の感覚をキーに思ったものだ。黄昏時がやってきた時、空に雲が出てくれればいいのにと私はぼんやり思った。頭上に広がっているのは大空にあらず、底なしの虚無なのではないか。そういう理屈を超えた恐怖が私の胸の奥に忍び込んできたからだった。私の意見を求めないでほしい。私にはわからない。としか言いようがない。話を聞けるのは網の他いなかった。アーカムの人々は普段の奇怪な日々のことを話そうとしないし、隕石とその中にあった色の球体を見た三人の教授はもう亡くなっていた。球体は他にも存在していた。事態はそこによる。一つは力を蓄え、逃亡した。もう一つ、手遅れになったかもしれないものがある。間違いなくあの井戸の中にいるのだ。正気を放つあの井戸には、降り注ぐ日の光を歪める何かがいることを、私は知っている。アーカムの郊外に住む人々は、土地の荒廃が年を追うごとに少しずつ広がっていると言っている。ということは、今もまだその何かは成長を続けているのだ。だが、あそこに巣くっている魔物がいかなるものであるにせよ、あそこを離れられない何らかの理由がある。さもなくば瞬く間に広がっていったはずだ。空中に爪を立てるような格好で伸びる木々の根に寄生しているとか。最近のアーカムの噂話を一つ挙げよう。ふとぶととした多くの子たちが、夜になると、輝きながら異様な動きを見せるという。正体は何か。それは神のみぞ知る。物理的に考えると網が描写したものは期待を思わせるが、我々の知る宇宙における期待の法則には従っていなかった。科学者が天地に相手に、望遠鏡によって、あるいは写真版によって収穫するような成果を、それはもたらさなかった。天文学者が、その動きや広さを予測し、あるいは予測できぬとサジを投げる天空の一体どこからやってきたのか、その手がかりもなかった。天の果てからやってきた色というほかなかった。我々の知る大自然の枠組みから完全に外れた。輪郭も定かでない領域からやってきた恐怖の使者。その領域は、ただ存在するだけで我々の頭脳を麻痺させ、力を奪う。そして狂乱する我々の目の前に、黒々と口を開く超宇宙の奈落が迫ってくる。網が故意に偽りを語ったとは思いがたいし、
話のすべてがアーカムの住人から悟された通りの狂人の暴言だとは考えない。恐るべき何者かが隕石と共にあの谷丘にやってきた。そしてその恐れるべき何者かは、幾幕か、私にはどれほどかわからないものの、まだあの地にいる。皆そこに沈めるというのは大賛成だ。それまでの間、アミの身に何事も起きなければよいのだが、アミは繰り返しそれと遭遇しており、それの及ぼす影響は時に影にこもるようだ。どうしてアミは立ち抜こうとしなかったのだろう。ネイハムの最後の言葉、逃げられん。引きずり込まれちまう。わかっておっても何もできん。おいかにはっきり覚えていたことか。アミの追い込みは頃合いに達している。もしダムの話が本格的に動き始めたら、私から技師長に宛てて、アミの動静に目を配っておくようにという手紙をしたためねばなるまい。アミのことを灰色に染まって壊れていく異形の人骸と重ねるのは本意ではないが。しかし、その想像上の姿が私の眠りを苛む頻度が次第に多くなってきている。カン。